What's up? さて。研ぎ澄ませ。
強そうな反応ありだ。どうか平気か。暴いてやる。命令に対する筋肉を見せてしまえば。強敵ね。火炎効かないから他の技を使って。いただいていく。ピルソナ遠い。やるな。用心なんてこと。発動したな。ちゃんと狙って。どうだい。ピルソナ身を締めてゾロ。やるな。子供だね。今回っても遅いぞ。ボコボコにしちゃう。いやよ。さすがジョーカー。どうだ。燃えてきた。フィニッシュは付き合うぜ。行くわよ。ほら。ちょっと乗るよ。こったい。体勢を整えたら。みんなお疲れさんの。この技、早く使いたいものだな。さて。お疲れさん。どんどん行くぞ。はっ。お？正体を見せろ。こっちが有利だ。焦るなよ。氷結は向こうよ。弱い敵だけど油断しないで。身を締めてドロー。敵ダウン。ほらもっとゴー。炎気を移動する。次行けな。反応してくれます。そこか。どうか敵を撃破。ペルソナ食らえ。どうか敵を撃破。さすが奪え。どうか敵を撃破。成功しないで。どうぞ。なんですって。やるね。どうですか。よかったね。オッケー。先を急ごう。よし。光の速さでやってやる。弱い敵だけど油断しないで。呪音属性が有効。くらえ。どうか敵を撃破。さすが。まだ終わらないわ。ベルトラかけろ。ヨハンナ。すごい。さすが。
楽な戦いだったわ。ジョーカー行きましょうか。より一層の攻勢に励むがいい。覚悟して進め。まとめてギロチンだ。気合い入れてくくるぞ。高みを目指せよ。これが初いささか手荒になるな。このような力を…では始めよう。おっと、いささか予定と違ってしまったか。到着したわ。ここからどうするの、ジョーカー。暴いてやる。連動が効果的だわ。呪音属性が有効。やってやる。どう？僕はこれだ。意を締めてゾロ。敵2体ダウン。ゾロ、いいぞ。やっちまった。まだ終わらないぞ。エレクトラ。かき乱せ、アスタルテ。あと2体を撃破。ゴール。どうかな。バカ。やるね。呪音属性が有効。来い、食らえ。
要か。ここはオンリー。よろしく。まだ終わらないぞ。ここでペルソナだ。ゾロ敵ダウン。抵抗しないで。もっともすごい。やるね。よし。座ってるのそうじゃない？テレビ局社長ってやつだよね。紹介状を出す相手は番組スポンサーになってくれる企業の重役。厳しい条件ね。力ずくで奪うか。私に行かせて。マジか。でもよ、ノワール行ってこい。我が輩が許可する。紹介状？君はどう見ても子供だが。私は奥村フーズの社長の娘、奥村春。スポンサーもしていたはずです。君が。確かに奥村社長には世話になった。景気よく出してくれたしね。でもちょっと調子に乗りすぎてしまったね、ご愁傷様。ブラック系の件、指導先生に頼まれてできる限り擁護していたんだよ。偽物のエキストラまで使ったんだが、さすがに限界があったかな。指導先生にまで傷が及びそうだったので、近々切ると話をされた。切る？まあ船を降りてもらうだけでなく、怪盗団をはめるためにも使ったみたいだな。さすが指導様だ。えぐやぐい。紹介状くださいませんか。我が社が立ち直った際にはスポンサーとして協力するよう計らいます。死んだ社長の娘にそんな権力があるのかい。従業員からの恨みはありそうだがね。まあいいか、君のお父さんに恩があるからな。娘に恩返しだ。ありがとうございます。しかしお父さんはバカだね。おとなしく言われたことだけしてれば優雅に暮らせたのに。あのね、廃人化の新刊を放送したのうちなんだよ。あれ超高視聴率だったの。やめてください。え？人の親の死を何だと思ってるの。それがうちの商売だからね。お、なんなら君のドキュメントでも撮ろうか。父の死を乗り越え企業再生なんつって。君可愛いから数字取れるかも。絶対許さない。お父様に謝れ。助けに行くぞ。お前ら族か。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ヘルソン奪え。Thank you.
命までは取らない。表に出てないこと教えなさい。金城っていただろう。ニュースになってたマフィアの、あいつが集めた金は指導さんとこに行ってたんだよ。指導と金城が、ああマダラメってジジイも関わってたな。マダラメの贋作ビジネスのピンハネと合わせると金城はかなり指導さんに似ついてたよな。そういうことか。おいてめえ、情報操作もしてやがんだろ。指導と明智の顔いい加減見飽きたぜ。って認知存在のこいつに言ってもどうしようもねえんだよな。指導本人をやるしかない。まさかリーダーが自殺だなんてね。明智君はこの展開想像してた？さすがにそこまでは。ですけどあれだけの騒ぎを起こした首謀者ですからね。検挙されてしまってプライドが傷ついた、過去にもそんな事例ありますしね。検
警察の調べによりますと、他のメンバーの足取りは今も不明とのことです。リーダーの供述が得られなくなったことで捜査は難航するとの見解を。ちょっといいですか。どうぞ。あれ以降、怪盗団は鳴りを潜めていますが、奴らは許されてはいけない。彼らの毒牙にかかり命を奪われた被害者、そしてご遺族、関係者の方々のため、僕は命を狙われたっていい。必ず怪盗団の残党を捕まえてみせます。すみません、勝手に熱くなっちゃって。さすが正義の名探偵、熱いね。じゃあせっかくなんで聞いちゃおっかな。正義の探偵が怪盗団を壊滅させると思う方、お手元のスイッチをどうぞ。会場全員、これは後に引けなくなったね。精一杯頑張ります。あ、でも受験勉強もあるんで、もしかしたらってことも。僕が望まれない子供だったなんて、こいつら誰も思ってないだろうな。ずっと人から頼られたかった、必要とされたかった。学業に励み、優等生を演じ、正義の名探偵として名を挙げた。そして神の意志で授けられたようなナビとペルソナのおかげで、邪魔者たちをこの手で片付けられた。それもようやく。あとはあの人に告げるだけだ。しかしまさかのリーダー自殺、せっかく逮捕したのにとか思わなかった？私ならショックで寝込んじゃうかも。そうですね、軽くめまいがしました。フラッと大仕事で精神が高ぶってたのかもしれませんね。ちょっと誰ですか？電源切って、対等に改心されちゃいますよ。消えた？あ、ほら、明智くんの顔もこわばっちゃった。あ、失礼しました。僕は構いませんが、映画館では絶対オフで。
れはシャドウ。暴いてやる。お見通しだ。珍しいの出た。強敵よ、氷結弱点を積極的に使って。そこか。敵ダウン。さすがジョーカー。そな。くらえ。敵だ。成功は無駄。許してやるよ。陽気な敵だ。タグ路線が効果的かも。おいおい、我は何時、何時は我。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、先に行きましょう。正体を見せろ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ペルソナキングブロッソ。ペルソナ意を示せ、ドロー。やるな、カーダ。フリーズ。まあいいさ。すぐ怒りそう。ここは真面目に答えとこ。なんだぞ。我は何時、何時が我。
相変わらずすげえ力だな、ジョーカを見せろ。強敵だわ。強い上に耐性持ちね。氷結を抜けよ。ベルトナかけろ。ヨハンナ敵とクイーン、いけいけ。裏に回る必要がありそうね。ロックされてる。正体を見せろ。チャンスだ。こっち見ろ。ペルソナ。別の手があるはず。来てなし。来い。ここは脅して怖がらせましょう。おお、ジョーカー。かっこ動くんじゃない。ボコボコにしちゃう。やめてよ。ここでペルソナだ。これが意図したことが邪魔するな。逃げ出したいペルソナ。ここで敵は全滅。ここで手こずってられない。そうよ、熱い技だろ。Thank you.
さて、うん、感じるぞ。楽な戦闘だったわね。よし、おや、ジョーカー、この程度余裕だもん。何か、お疲れや。電撃が有効。手間取る相手じゃないはずよ。見よう。やるな。フリーズ。さて、重要なものがありそうね。調べてみない？気になるものがあるな。真剣に対応すべし。おいおい、
わらは何時、何時はわら。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、感じるぞ。おや、ジョーカー、暴いてやる。ジョーカーなら勝てる。こっちが有利だ。燃料向こうよ。やっかいですね。とれ、我が犯人。僕が配当したことが。ベルソナー、いただいていく。見てな。ここでペルソナだ。生意気な。ちゃんと狙え。見抜け。今にを。どっちかと。やられる前に大技できないか。ボウライ、ここから反撃だ。モナが危険、体力減ってる。燃えるぜ。フィナーレ行くよ。必殺ドッカーン。トネスよ。ま、トナちゃんしっかり。みんなお疲れさんだ。さて、よし、戦闘終了。行きます。暴いて。悪くないな。これで負けたら承知しないからな。ここでペルソナだ。ポイントマ、ありがとう、感謝です。死にたくない。ペルソナ弱点なし。ここは本気で殺して怖がらせましょう。まだやれるみたいね。ペルソナ、みんなお疲れさんだ。ちょっと物足りないかな。正体を見せろ。呪音属性が有効。ヘルスナー、ヤマトのオロチいただいていく。敵だ。さすがジョーカー。行くぞ、そこか。アイテムゲット。まあまや、大ダメージ。ここは一気に攻撃を狙え。そうなら、ミス。ここで手こずってられない。オッケー、先を急ごう。さて、ご苦労さんだ。その調子でゴー。正体を見せろ。勘弁してくれよ。こっちが有利だ。
せるなよ。そな聖竜よし。私が何とかする。今の感覚を忘れないようにね。この力があれば。さて。よし、戦闘終了。行きましょう。石を見つけたぞ。もらえ。セカンド石ゲット。いい感じだ。シャドウがいるよ。気をつけて。正体を見せろ。不意打ち成功。敵は氷結が弱点ね。うまくチャンス。弱点を見せるみたいだ。ボコボコにしちゃう。ちょっと相手になりません。飛びすぎません。ここは